本当だ、いっぱいありますね。青い石がある。お、青い石がありますよ。なんすかこれ。あ、それはですね、ラピスラズリといって、これも鉄の通販じゃないとダメなんですか。どうだったっけかな。まあ安全策を考えれば鉄ですね。了解です。わほーい。それはですね、今後あの経験値あるじゃないですか。はい、経験値を使用するときにそれも使用します。経験値を使用するときにこれを使用する。はいはい。あの前に言ってたあのなんですか、こう鉄のツルハシとかに、はい、あの特殊効果をつけるときに自分のレベルとこのラピスラズリっていう鉱石が必要になるんですよ。でその両方を消費することによってあのその今持ってる鉄のツルハシとかにあの特殊効果がつけられるようになります。まあそれ専用の道具がいるんですけど、なぜ？ん？金。はい。金。いや、二個取ってたんだけど、二個だったらルーさんもに持っててもらった方がいいかな。ああ。なんかすっごい、うん、わかる。うん。どこ下？ね？何の音ですか？なんか音がしますか？あ、ここ早いっすね。押す押す。続いたよ。今ですね、あのゾンビさんとスケルトンさんの声がひどくて、またこれには聞こえないですよね。ルーさんのところで聞こえない。いや、私とルーさん同じところにいるんだよ。うん。で、マツさんだけなんかめっちゃ遠くの方に名前が見える。そう、俺ね、あのほら上があれなのかなと思って見に行ったら撃ち落とされてですね。はい。まあ一人寂しく。え、松尾さん上にいるんですか？帰り道を探してるところです。松尾さん奥に名前が見えるな。奥っすか？下に続けて。今、ここじゃないの？なんとか、お二人の名前の方に行こうと、資源を回収しつつ、移動しております。あー。ここら辺か。なんですか。ルーさん落ちちゃダメですよ。落ちちゃダメ。すげえ、なんだここ。スポナーを見つけました。スポナー、はい、ルーさん、これがです。あ、ルーさん、気をつけてくださいね。はい。今からちょっと湧き潰しをするんですけど。あれ？誰かが戦ってる。あと、
スケルトンさんですね。あ、うん、スポーナーだったんだ。はい。ちょっと。どうしよう。ちょっと待ってくださいね、レイさん。今。リプちゃんに向かって矢が飛んできてますよ。はい、矢が飛んできてます。すげえな。こんなの真上から発見したらめんどくさいね、つって。はい。多分、リプネーたちは左にいるんだよな。スケルトンとゾンビは協力関係ではないんですね。はい、協力関係で。ルーさん、そこ大丈夫ですか？俺がどけってことか。あっちか。あ、違います、違います。ですね、ルーさん、ここで、説明するんですけど、これが、モンスターの脇部屋というモンスタースポーナーになります。はい。あれですよね、柵みたいなやつですよね。はい。あれをとりあえず、光源を置いて、あれに光源を置いて、ちょっと脇を押さえて、押さえなきゃいけないんですけど、あ、なんか金の鎧着たゾンビがいる。はい、よし。これはちょっと折れるしかないな。よし。何体いるのとかわかんないですよ、でもこれ。ちょっと安全に降りることにします。ここなんで、ここからですね。行くか。怖え。いや、結構安全に降りるんで。え？あ、ルーさんこっちです。あ、こっから飛び降りるところでした、俺は。あ、そんな危険な真似はさせられないです。あ、ちょうどですね。高さですか？はい、高さですね。帰ってこれたー、俺。はい、おかえり。わっしょい、めっちゃゾンビいる。そう。わお。なんで？特攻した方がいいですか？あ、痛い。あ、今ちょっと横からルーさんが殺してくれてるはず。なるほど。なんか俺ダメージ受けましたね。あ、多分スケルトンがいるので。なんだ、チェストがあるぞ。あ、それはですね、スポナーにあるお宝です。ここいちいち開いてめんどくさいんですけど。ちょっと矢印の部分を、マチさん、突撃だ、行け。はい、さー、おうおう。すみません。はい。可能性の話なんですけど、スケスポがある。嘘でしょ、ちょっと、こっちに連れてこないで、マジで。スケルトンがすごいいっぱいいますよ。ちょ、ルーさん、ちょっとどいていただいていいですか？え？マッチさん、戻ってきて。あ、制圧した？今してまーす。あ、後ろから行ってますよ。小麦とかいっぺっちゃう。助けてー。え？一人にしないでー。ぐぬぬぬぬ。大丈夫です。ちょっと、松田さん死んじゃったんですか？はい、すぐ戻ります。ちょっとここ閉じるんで。これ松田さんの荷物拾わないと。あ、そう、拾って、
ちょっとこのチェストの中に出ましょう。いろいろ持ってるんで。これどうやったらぶっ壊せるんですか。え、何をですか。え、この檻を。あ、壊さないです。あ、そうなんですか。ちょっとその檻を使ってあの作りたいものがあるので。はいはい。とりあえずは松さんの荷物を。どこだっけなあ。あれ下下。ああ、見えた。名前が見えた。すげえ、金の延べ棒とか入ってる。はい、あのいっぱいお宝ちょっと入ってるんで。鉄の馬鎧、金の馬鎧、すげえ。じゃあね、こっちか。ビートルートの種、なんだそれ。かぼちゃの種。マツさん荷物が多すぎ。ごめんなさい。もうすぐ戻ります。早いな、早いな。意外と近いんですか。結構ね、あの迷っていろんなとこを歩いてたんで、上から戻った時に道がなんとなく分かったんで。小麦とか持って帰った方がいいのこれ。あ、はい、持って帰ります。ちょっとその前に、マスさんがあのなんか松明めっちゃいろんなところ置いてるけど。そう、あのね、剣を持ったつもりがね、松明だったっていう。そういうことか。帰ってこれた。早い。あれ、なんかバットメン、はい、あ、そっか、そりゃそうだ、鎧がなくなったんだもんな。そう、はい、いろいろあっちとこっちでいろいろ分けてるから。ありがとうございます。お、なんかいっぱいある。いらないのはどれだ。え、マツさん、剣、ん、ゲンさん、エリシアがレベル36だ。課金したのかな。いつの間に。あれ、ヒゲ兄ってリュウレベル40なんですか。そうですよ。知らなかった。なんかあと必要なのある？松明さん？あ、松明さん。あれ？松明さん。今回しかないけど、私。あ、OK です。あれば。あ、じゃあ、あれ、これ、これと。はい。これ。で、これ。あ、ありがとうございます。あとは、チラシとかもそっちに入れましたよね。あ、もらいました。OK です。はい。なんか変な本がある。エンチャントした本。あ、それ、エンチャントの本ですね。火薬。いや、なんか貴重そうじゃないですか。持ってこ、持ってこ。はい、持って帰って。骨とかいらねえから捨てよ。よし。どうしようかな。菓子の木材1個しかないのはいらないな。土もいらないか。土なんかここら辺掘ればいくらでも手に入る。確かに。いいね、楽しいね。何がと言われるとちょっとまだよくわからない。おう、レッドストーン。おりゃあ、ぶっかけてやるぜ水を。これ馬の鎧は持って帰ります。レッドストーンも鉄でしたっけ。レッドストーンです。エンチャントの本とか持ち帰る。エンチャントの本は持ちました。はい。あまりいい効果ではないけど。OK です。
レッドストーンめっちゃあるわ。どこでしょ？どこでさ、で、あれ？赤いキノコがあるな、まあ、いらないからいいや。あれ、こんなところにもレッドストーンが落ちてる。よいしょ。え、トヨさん。はい。一応このまあスポーナーの地方を松明でやって、はい、お部屋も明るくしたら、はい、制圧完了です。はいはい、でこの完了です。よし。で今後ですね、はい、このモンスタースポーナーを使って、はい、経験値を楽に稼げる経験値トラップを作りたいと思います。はい、それも最初の頃に一度聞きましたね。なんかそういうのがあるっていうふうに。はい。でこの経験値トラップを利用して経験値を効率よく稼いで、はい、エンチャントというものエンチャントね、はい、したいと思います。よくよく考えたら俺さっき死んじゃったけど俺レベル26あったんだよな大丈夫だよ松さん、私動画外で死んだ時22レベルあったから俺今18です。お、大丈夫、このトラップタワーさえ完成、トラップさえ完成できれば、はい、効率よく稼ぐことができます。なので、ここのゾンビスポーナーと、うん、こちらにあるスケルトントラップ、スケルトンスポーナーが、まあ、わかりやすいようにですね。はい。皆さん、後ろ、こっち。わかりやすいようにですね。はい。あれ、私、何も持てないのか。あ、何も持てない。そうですね。埋める？ここから。はい。はい。階段掘りで上に上がりたいと思います。え？了解です。どこ？ここですか。そうだ、方向的に、ここだから、こっちだから、この奥かな。この奥くらいから。え？地上に出るってことですね。はい、はい、階段、あ、ごめんなさい、私荷物全然持てない。はいはい、いずれここが拠点、モンスタースポナーの拠点になるので、はい、出入りできるように、はい、行きましょう。
どこへ？上地さん、あー、なんか繋がった。俺のバケツの出番だ。俺のバケツの出番だ。えいや、えいや、はい、えいや、えいや、ちゅ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 流されてる。いやいやいや、何やってんすか俺は。源泉がもっと奥にあるんだ。流されてる。お、松さん、ここですか？ここを掘ってるんですか？はい。できた。お、繋がりましたか。繋がりました。お、ジャリジャリが落ちてきた。第二村の真ん中あたりですかね、多分。なんてことでしょう。おお、こんなところに。そう。第二村だよね。第二村だね。うわ。あれだな、囲わないとダメだな。うん。よいしょ。丸石。迷いした。マッチさん、柵。はいはい。柵お願いします。はーい。ね、私ちょっとルーさんが。あ、ルーさんが丸石でお家作るみたい。間違えてる、さっきから。これ、丸石で OK、柵いらない？丸石でいい、ルーさんが作ってるの。間違えた。こんな感じですか。
から落ちたら死んじゃうからな。とりあえず村人がここに入らないようにできれば。はい、かしこまりました。リアル雷ですね。あ、リアルなの？やだ、やめてよ、ちょっと。あ、でもこっち関係ないから、ね。めっちゃ光さしてるけどな、うちは。めっちゃゴロゴロなってますよ。あれ、みんなどこ行ったんだろう。マッツーさんは下だよね。はい、リプちゃんは上ですね。あ、そうか、下行ってみよう。あ、これ土を石にしてるんですか。いや、階段をつけてるんですよ。階段をつけてる。はい、ただ材料が足りないんで。お、金だ。おお、びっくりした。金がまだあったんで。こんなとこに金がある。はい。収穫じゃー。と、ここがあれでしょ。さっきみたいに無駄にはせんぞ。それで、何でしたっけ、何を作るんでしたっけ。経験値トラップ。お、あれ、この階段途中までしかない。はい、すいません、材料が足りなくて。ああ、なるほどですね。あ、作業が作っちゃう。あ、なんだこれ。時計。時計が作れます。はい、それが時計ですね。レッドストーンと金。贅沢な、はい、贅沢な素材使えますな。ゴールドウォッチですよ。あ、小麦持ってるとパン作れるんだ。はい。パン作っちゃおう。お腹すいたし。で、レッドストーン作って。ラピスラズリもブロックにしたら少しすっきりするのかな。まあいいか。ちょっとしかないしな。え？荷物がいっぱいってことか。よし、階段つけ終わった。はい、プレイ時間13時間。よいしょよいしょ、やってますね、結構ねえ。でさ、あのチェスト入れましょう。チェスト、チェストに、いらないものはとりあえず。よし、金とかも入れておいていいですか。
あ、マッツさん。はい。あ、どうぞどうぞ。ご飯よ。はい。あざーす。これパンもらっていいの？うん。待ってるよ、私。3つ。やったー。うん、いやー、あの、ゾンビ肉を食べる。バレた。うん。ルさんは、ご飯は大丈夫ですか？はい、大丈夫です。はい。焼けた肉を持ってますね。あ、了解です。あ、じゃあ、この、鶏肉もらい。鶏肉どうぞ。鉄入れてる人誰ですか？え？俺ですね。鉄、まあ、です。俺です、俺です。そうですね、一回ちょっと、もう夜なんですよ。うん、今上上がっちゃうと、ゾンビが村人を襲っちゃうので。わかりました。いやー、どうやって作ろう。この二つの。ジョンビとスケスコをどうにか2つ併用しながら作りたい、うん、そうね、うん、これだからこっちはこっちであげてそっちはそっちであげる感じ、うんだよね。そうだけど向きがねどうしようかな。あここだってさ4マス開けるとここが壁なんだよね。はいはい。で向こう4マス開けると、うん、ここが壁なのよ。1マスしかない。なるほど。エビだね。うん。な。帰れなかった。どうすと思うかね。これはルイさんにもいろいろやってもらわなければ。うん、それかとりあえずはどっちの方がいい？ゾーンスポの方がいいんだよね。でもね、スケスポの方がいいのかな。え、だって弓矢を撃った。そっか。え？弓矢？弓の名手になりたいんです。そう、ティプネーはハンターだったか。はいはい、あの遠距離大好きなんで。スナイパーなんで。そこが壁か。いや、あの別に落とさなくてもいいんだよ。そのまま流してきたのも別に時間かかるけどボコスカ叩いてもいいんだから。ああ、うん。それか、あれする？ああ、でも難しいか、そしたら。まあでも、とりあえず一つ作ってみて。うん。かな。これ、ゾンビはゾンビで、そっち側に、迂回路を作るか。迂回路？うん、この辺から降りてこれるように。うん。うん。だから全く何も分かってない。でしょ。今ちょっとあの二人で設計図を。え、よしよし、やめてやめて、ダメ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 、何してるの？ん？
だってここだってどの道だって4マスだからこれで3でしょ4でしょだここが壁なんでねここが壁になるうんいやだからこっから向こうに抜ければうんそこ通らなくてもこっちに来れるようにさここ潰すよここだって潰さないと、あの、スケースも作れない。と潰しちゃうから、うん。こっちに、道を作っとけば、あの、階段とこから来ても、こっちに来れるでしょ？なるほど。やばいぞ。どうしますか？おじさんには何のことかさっぱりわからないぞ。今ですね、このゾンビスポナーとスケルトンスポナーをうまく効率よく利用できる方法を、話し合った結果、ここにも道を作ろうと。そこですか？はい、みたいです。階段とつながるのか。はい。これで、ルーさん殴っちゃいそう。危ない。大丈夫っすよ。Yeah.